めちゃくちゃ臭い遊園地、めちゃくちゃ臭い遊園地、3分間スタート。なんか分かんない、その廃物っぽい感じがありますね。ちょっとまあ、夏っぽい感じがね。このなんか、なんでしょう、なんとも言えない味というか、お米大統領。うわ、でも楽しいな。よかったね。パルスが言う、ちょっと韓国ネタですみません、キムチ鍋味のポップコーン。こういう臭さなんだ。謝らなくていいですよね。獣ですからね、くじょくさい。お米大統領。なんか、遊園地のマップ見たら、なんか足の裏の形してた。パルス何言う？なんか、ミッキーの方に寄っていったら、なんか、ちょっと喋ってて、めっちゃ近くにこう聞いていったら、なんか、ちっちゃい声で、獣って言ってた。綿尾。このパレードの時間に合わせて帰る。臭いやつ、いっぱい出てくるから。あんなとこ来るからね。せいやつね、嫌だからな。パルスは言う。なんかチラッと見たキャスト大体手振ってくれるんですけど、なんか人間的に臭いっていう意味で、なんか薬指だけこうやってここやってやってた。お米大統領、ワンサーポンアタイムっていうなんか映像のショーみたいなのあるんですけど、それで最後ボーンって臭い液がピュッて出てくる。連絡。コーヒーカップをめちゃくちゃ回す。はい、綿尾。上に登っていくアトラクションで一番上来た時に一瞬人が倒れてるエリアが見えた。ギャル。え、ここ鼻がない人が作った遊園地だ。ちょっとパルスライヤー、喫煙所みたいなところにチラッと行ったらミッキーがこうなんか開け閉めしててこれなんだろうって言ったら平成初期の冷蔵庫なんか開けてる。お米大統領、一番最後に茶色い花火が上がった。またお10分に1回プシュって臭い空気が出て壺が置いてある。残り1分です。肘肩、はい、悪臭が上に上りすぎて身長制限に引っかかる。パルス何言う？キャストがなんかすいませんみたいな顔して漬物を振ってみる。やる。原因お前だろうって言って着ぐるみを包丁で刺してる人が。連絡。なんかいろんな臭い元素の名前を冠したエリアがある。おお、25秒。アンモニアとか。お米大統領。なんか臭いからかな。なんかあったかいな。マルさん、42歳の男性がマイナンバーを落としながら笑っている。さあ、ここでマジックタイムです。ここでマジックタイムです。肘から。はい、臭い匂いを嗅ぎに行くだけの草つぼっていうか。ありきゅうです。連絡。なんか入場しないとその匂いがかけないのはどういう原理なんだろう。おー、やばいな。またお子供がマスコットキャラクターとあんまり抱き合わない浮いたハグをスペースもある。ハルスは言う、サスケの YouTube チャンネルで漆原がキンくん騒いでいる。やる。ジェットコースターのコースの途中に明らかにオレンジ色のモヤモヤゾーンがあって、みんなそこ通んなきゃいけないんですけど、みんな嫌だって。さあ、引き方さんはもう一回回答してるかな。はい、それでは終了です。では、はい、ありがとうございます。結果が出ました。敗者復活戦 B、通過は19票、1位通過って19票、綿尾さんです。さあ、それでは、B ブロックの皆さん